お、イギリスのアルビオン入港。何の話だ。フランスは安楽死 NG ですね。スイスが安楽死 OK ですね。文章力は鍛えることができるのですか。人によってはできます。で、多くの人はできます。なんだろうね、僕その大体の人間の能力は訓練すればなんとかなると思ってた時期があったんですけど、実は本当にできない人っていうのは存在するんだっていうことが最近分かってしまい、その知的障害とかじゃなくてね。ただ文章って基本的にはその、相手に何かを伝える、で相手の持っている知識と情報に合わせて伝えるっていうのをやれば伝わるんですよ。でそれができない人とか、それがこう突飛な人は文章が下手って言われるっていうだけで、あの基本的には僕文章書く時って中学生向けに書くんですよ。だから漢字も単語も、だからその英単語とかは基本的に使わないように書くし、そのなんかアファマーティブとかなんかアグリーですみたいな、なんか横文字並べる人いるじゃないですか。多分基本的に僕ああいうのやんないっていう、あの基本的に中学生で分かるように書くっていうところでやると割と分かりやすい文章って言われがちなんですよ。で文章が分かりやすいっていうのは結構大事で、あの書いてあることが理解したかどうかじゃなくて、読める時に読みやすいかどうかで人は文章がいいか悪いか判断するんですよ。あの なんかのね、実験だか論文であったんですけど、言ってる内容より人間は話し方で人を判断するっていうのがあって、そのすごく変な話し方で正しいことを言うのと、分かる、その親近感のある安心できる喋り方で間違ったことを言った場合に、人は間違ったことの方を受け取りやすいっていうのがあるんですよ。なのであの文章うまいかどうかって実は2種類あって、伝えたいことがちゃんと伝わるかどうかっていうのがあるんですけど、実はそれ置いといてよくて、あの分かった気になれるかどうかっていうのが大事なんですよ。なので分かった気になれるかどうかで、何にも言ってない分かりやすい文章の方が実は文章力うまいって言われがちだったりするんです。はい。核戦争をやってほしい。困るよ。いや、あのね、日本とアメリカって軍事同盟国なんですよ。で、あのアメリカ軍のその飛行機とかって日本の沖縄だったり横田基地から飛ぶんですよ。そうするとあの沖縄とか横田基地に中国から核ミサイルを撃たれても文句言えないんですよ。だって戦時中なんだもん。だから僕は核戦争はちょっとやめていただきたいと思います。はい。日本はいつ大麻解禁されると思いますか。3回目なの。初めて見たけど、僕の予想だと日本の大麻解禁は20年以上かかると思います。あの世界的には結構先進国では大麻解禁の国が増えてるんですよね。スペイン、ポルトガルとか、まあ、一部アメリカとか、あとカナダも全面解禁で、まあ、ウルグアイとかも解禁してますけど、でそういう形で増えてはいるんですけど、日本ってあのなんだろうな、分からないものに関して拒絶をするという考え方が異常に強い国なのと、基本的には高齢者が物事を決めてる国なので、他の国がどうなってるとか、実はこれって健康に悪いものではないんだよねみたいな情報とかって興味もないし知る気もないっていうところで拒絶し続けるんじゃないかと思うので、今の高齢者が亡くなって、今50代ぐらいの人が高齢者になって70歳になって、今の20歳ぐらいの人が40歳ぐらいになると、ようやくまあ他の国、要は海外行ったことないですっていう人より海外行ったことある人、ある行ったことありますっていうのが当たり前っていう状況になってきて変わるんじゃないかなと思います。やっぱり今の70代とかってあの他の国行ったことないみたいな人が主流派なんですよね。でまあ僕よりちょっと上の50代ぐらいになると、まあ、そうは言っても海外 1,2 回行ったよねみたいな人が当たり前になっていくので、そうするとその海外がどう動いているかっていうのをちゃんと意識する人が増えるんじゃないかなと僕は思っています。個人的に楽しく生きていきたいです。アフターエフェクツで動画広告を作る仕事をしているんですが、人と話すのが苦手なので企業勤めが苦手です。どうしたらいいでしょうか。企業勤めしなきゃいいんじゃないの。だからその普通に企業に勤めるんじゃなくて個人事業主で契約すればいいんじゃないでしょうか。
あとその動画広告を作るから企業から受けなきゃいけなくて、面白動画を作って YouTube とかニコ動に上げてお金を取るっていうことをすると、人と全く話をしなくてよくなりますよ。広告にこだわらない方がいいんじゃないでしょうか。ひげおやじさんとの付き合い何年ぐらいですか。僕が大学生の時で、大学3年生の時にアメリカにいる時にネットで知り合ったので、20歳で今僕41なんで21年前ですね。はい、大学時代にはこれをするのがおすすめみたいなことがある。僕は映画を見てましたね。あ、これ前も言ったかもしれないですけど、あの僕の行った大学って視聴覚室っていうのがあって、その当時は LD と呼ばれるレーザーディスクっていう、なんかね、これぐらいでかい円盤で CD の超でかいやつみたいなのがあって、それで映画が見れるっていうシステムがあったんですけど、で割とそこそこ新しい映画も見れたんで、あのまあレンタルビデオ屋に行ったら300円ぐらいかかるのがタダで見れるから、大学の学費の元取ってやろうと思って、基本的に毎日のように視聴覚室に通ってたんですよね。っていう感じで映画を僕は見てました。ただ別に映画好きじゃない人はそれやっても苦痛なだけだと思うので、あの図書館で本を読むでもいいし、映画見るでもいいし、別にサークルでなんかテニサーに入ったりフリー系のサークル行くのもいいし、なんか、大学生の時しかできないことを何かやった方がいいと思います。あのずっとゴロゴロするでもいいです。要はそのなんだろうな、暇な時間、大量な暇な時間を何とかして潰すっていうのができる最後の機会なので、お金使っちゃダメですよ。あとは Hulu 見まくるとかでもいいと思いますよ。あの Hulu のアニメ全部見るとか多分もう大学生ぐらいしかできないので、で例えば Hulu のアニメ全部見て Netflix のアニメ全部見ると、多分 Hulu と Netflix の違いとか、そのじゃあなぜこの会社はこういうのを買ったのかとか、じゃあ字幕の付け方がなぜどう違うのかとか、どうしてこっちの方が人気があるんだろうとか、結構そのいろんなものを見たがゆえに語れる事実っていうのも出てくるんですよ。でそういうその同じいろんなものを大量に見るって他の人はなかなかやれないので、それ自体が価値になるんですよね。だからそのじゃあ社会人になりましたっていう時に、じゃあアニメの話になった時に、あでも俺フールのアニメなら全部見ましたよって見るとマジでなるんで、そういうその個人として他の人ができないことをやった経験というのはどっかで生きてくることもあるんですよ。ひろきさんに反応してもらえないのはこれぐらい投げ銭安いものだと思う自分は頭悪いですか。よくないんじゃないですか。僕が反応したとしても多分得られるものって僕が反応したなって思うこの瞬間なんですけど、明日になったら忘れてるんですよ。でもその1000円は明日になっても使えるかもしれないんですよ。でほら1000円が1000枚集まると100万円なんですよ。なのでお金は大事にした方がいいと思いますよってね、お金払ってもらった人に言うのなんですけどね。はい、ありがとうございます。すいません。大学で人生変わりますか。変わる人もいるし変わらない人もいるんじゃないですか。スピードラーニングで英語喋れる、僕スピードラーニングで英語喋れるようになった人を見たことがないので分かりません。見たことがないのでいないとも言えないし、いるとも言えないっていうことですね。医療タイマーは20年かかるんですか。かかるんじゃないですかね。結局あの子宮頸がんワクチンも未だに日本では全然広まらないので、あの子宮頸がんに効くワクチンっていうのが、まあ、そのヨーロッパとかアメリカでは普通にあって、でそれでその子宮頸がんになる人が減っていたりとか、そもそも子宮頸がんの亜種のやつの罹患率が 0% になりましたみたいな事実があるんですけど、それでも日本では普及しないみたいなのがあったりするので、その薬品として効能があったとしても普及しないというのが結構ある国だと思います。